工場電車、ベモは、ドイツ南部バーデンビュルテンベルク州、シュトットガルト近郊のウーヒンレンに拠点を持つ鉄道模型メーカー。主にスイスのレーティッシュ鉄道などの狂気の鉄道車両を、フォースケールにて生産する。ベモの社名は、アルファベットの中から発音しても表記しても漢字の良い、並びを選んで名付けられている。製品は、自社で設計しているが、 金型などは外注であり、本社工場では、組み立てと塗装、印刷のみが行われる。1976年、令和の従業員であった、ハラルト・ゲーベルが創業した。最初の製品は 750mm 機関のディーゼル、機関車、V51 型で、プラスチック製であった。まもなく、新鍮とホワイトメタルで構成された、南西ドイツ鉄道の24号蒸気機関車を、 製品化した。当初、これら製品は、ドイツ国内で注目を集めたが、売れ行きは悪く経営は順調とは言えなかった。旧レ霊バで製造され、アメリカの MPC から発売されていた、N スケールのユズラ2から8から8から2形状機、機関車を、倒産した霊バに代わって、数年間発売した。1981年。 MF のフォースケールのナローゲージ製品を引き継いだ。同じく、ナローゲージであるスイスのレーティッシュ鉄道の車両を、フォースケールにて製品化したことで、ドイツだけでなく、スイスでも売り上げは好調となった。1989年に創業者のゲーベルが死去し一時、経営悪化するが、フランツゲオルク・フォルシュテン・アイヒナーが加わった1994年以降、 一つの金型からバリエーション展開した製品を送り出すことで会社は再度好転した。1990年代以降、カタログを保管する小冊子のベモポストを年2回発行する。同時期に東ドイツ最ののースケール、基間 9mm の列車セットをベモが発売した。直流2000式を採用する。ミリメートル期間の鉄道車両は期間メートル。 750mm 期間の鉄道車両は期間 9mm を採用する。これまで主に、レーティッシュ鉄道や、旧フルカ・オーバーアルプ鉄道、マッターホルン・ゴッタルド鉄道など、スイスのメーターゲージの電気機関車、電車、客車などを製品化した。スイス以外では、ドイツ・バーデン・ビュルテンベルク州やザクセン州の狂気鉄道の車両や、ドイツ鉄道の標準キロ線の機動車なども、 製品化した。車両は射出成形によるプラスチック製で、機関車などの動力車には、ダイカスト成形による亜鉛合金製のパーツを使用している。キット製品には、メタルコレクションと称する、ホワイトメタル製の蒸気機関車や、ブラスモデルもある。同省なし、組み立て式線路と、同省なし、フレキシブル線路を展開する。ありがとうございます。